今回紹介するのは、カラー使い、免疫学の基本がわかる時点という本です。免疫に興味ありです。気管支喘息と COPD など長く通院して薬を服用していますが、病気は治りません。例えば、気管支拡張剤を使ったとします。一時的に発作を回避できても薬効が切れると、 機関紙は薬で無理やり広げられたので逆に機関紙の平滑筋はさらに狭まろうとするのではないかと感じるのです人間が本来持っている免疫を下げてしまい病状は悪化するのではないかと思い専門書を読んでみようと思い電子本を購入しましたまだ読破していませんがカラーの使いがとても綺麗です内容ですが 図解を交えて分かりやすすいです女性が妊娠すると赤ちゃんは特別な免疫に形成され完璧ではないのですが特別な免疫で守られ妊婦さんが妊娠期間中に患ってしまっても妊娠免疫で守られる全く知りませんでしたパソコンで調べるのも良いですが本を読むことも大切だと思います。 ただし週刊誌のようにたくさんは売れないので価格が高価ですネットも正確な良い情報を得るにはお金を払い会員にならないと正確な情報を読むことができないこれが今の現状だと思います人間死ぬまでお勉強お金の使い方自分への投資みたいなものですから良いと思いますあまり知りすぎても良くないし バランスを保つこととも必要だと考えます「詳しくわかりやすい辞典」というタイトルになっているが体系立てて解説してあり教科書のようしかもとてもわかりやすい多用されている図表はどれも見やすく免疫における重要な仕組みや期間は的を置いた簡潔な説明がなされている値段も安いので。 雑誌の免疫特集などを買うう。よりずっととお得だと思う以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。